米国男子ゴルフツアー、プレーオフ第1戦フェデックスセントジュード選手権、最終日、18日、テネシー州メンフィス、TTC サウスウィンド、7243ヤードパー70。写真、優勝トロフィーを掲げる松山英樹、首位から出た松山英樹、32イコールレクサス、が、スタート時点と変わらず2位に5打差のつけて後半に突入した。前半9ホールを1バーディー。 ボギーなしの34と1つ伸ばして回り、通算18アンダー。13アンダーで2位のニック・ダンラップ、米国、とビクトル・ホブラン、ノルウェー、を大きくリードして折り返した。出だしから7ホール連続でパーを並べる我慢の展開だった。その中で8番パー3でバーディー先行。12メートル近いパットを沈めて伸ばした。第1ラウンドから65、64。 64と高スコアをマーク良い流れのまま、米ツアー通算10勝目に向けてサンデーバックナインに突入した。